総合ポータルサイトスノーのご登録をいただいておりまして、こちらのご利用料金の方が1年間長期未納ということで、本日ご連絡を差し上げております。これは去年11月、 NTT ファイナンスの職員をかたる男から宮崎市に住む60代の男性の携帯電話にかかってきた電話です。男はインターネットサイトの利用料金が支払われていないといい、違約金や遅延損害金などとしておよそ30万円を支払うよう要求してきました。こちらの誤請算というのは確定しておりまして、誤請求の方も確定しております。それはそのスノーって会社が勝手に言ってることでしょ。いや、こちらですね、私どもはスノー様から債権の委託を受けさせていただいて、本日ご連絡をさせていただいているんですね。はい、ご本人様の携帯端末からご登録されたことが電子記録上記録によってですね、こちら確認できておりますので、はい、法的にも支払いの義務というのが生じています。はい、この後男は支払わなければ裁判をすると言いましたが、男性は不審に思い警察に通報したため被害には遭いませんでした。県警察本部によりますと、去年1年間に県内で発生した特殊詐欺の被害は前の年から倍増し52件、被害総額は1億3628万円、被害者の6割近くは65歳以上の高齢者ですが、29歳以下の若い世代も被害に遭っています。犯人はいろんな手口、巧妙な手口でお金を騙し取ろうとします。電話やメール等で少しでも不審に感じた場合は絶対に応じることなく、家族や知り合いなどの身近な人に相談をして警察へ通報をお願いします。